簡単に組み合わせればできる形のブランコを作ります。ホームセンターでまあ大体揃うやつで、まあ簡単にブランコはできます。ガーデンリメイクという形で、であともう一つブランコを作ります。はい、楽しみ。これ全部2日目です。であともう一つ、私の方はお子さんがブランコが欲しいということで、ブランコ、まあ簡単に、まあ、組み合わせればできるという形のブランコを作ります。はい、ブランコは一応ちょっと邪魔にならない空間で、ものすごいこの辺に一応設けるつもりでいます。はい、また以前作ったあの単管で作るブランコ、そうそう単管で簡単に作れる。だからまあ向き的にどうしようかなと思ってるんですけど、こういう向きか、こういう向き、まあできればこういう向きでもいいかなと思ってる。はい、だから一応ここで作業をやって、まあ、最初部材ちょっと色を塗って、で私が基礎の方をやっていきますから、はい、それが完成です。はい、ブランコと単管1本でつなぎで、それで作ります。穴って大体何センチぐらい掘るんですか？一応2m50の勝手なんで、まあ高さ幅1800ぐらいあれば、モルタルとかなんかでやんなければ基礎深ければ深いほど、まあ500だとちょっとあれかなと思えば700ぐらい、一応そうすれば結構それだけでも土だけでも。あれなんですけど、一応モルタルで巻きますけど、まあ一般の人がやるから土決めでそのぐらい平気だと。
ここ掘りやすいんで、ちょっと深く。じゃあ70センチぐらい掘るってことですか。うん。まあこういうダブルスコバあると掘りやすいんですけどね。
金さん、そのロープはこの前釣り橋の釣り橋で使ったやつですか？これはあの幼稚園で釣り橋に使ったやつ。もうちょっと細くてもいいんですけど、ちょうどあったんで、ちょっと太めのやつしました。よし、おいで。よいしょ、完成です。よいしょ。これで一応完成しました。で、あとお子さんがお孫さんがいるんでブランコということで、一応まあこれはホームセンターでまあ大体揃うやつで、まあ、単管とこう単管をつなぐこういうものと、あとロープと木があればまあ簡単にブランコはできます。で、今基礎自体はモルタルにしてますけども、まあ、単管であれば長さ700ぐらいでした土決めだけでも小さい子が乗るようだったらそれで持ちますから、まあ余裕があれば基礎をモルタルとかコンクリートで基礎を巻いてもいいと思いますけども、あと深さがあれば突っ込んで土決めで押さえてもできると思います。
その時は70銭かちょっとやっぱり深めに入れ込むということが基本で、はい、もうほんと2時間ぐらいでできちゃいました、ね、そうですね。あとやはり鉄なんで錆びちゃう間一応ペイントしてちょっとこうアクセントやると随分、まあ、ロープなんかもちょっとこれは太めのやつをやってますけど、まあ、一応車用の荷台用の作業用の9ミリっていうのもありますけど、あれもだいたい1トンぐらいは重さ十分今、まあ、その細いやつでももし不安ちょっと見た目が不安だったら20にしても構わないと思いますけど、そういうロープで足りてしまいますから、はい、で小さいお子さんがいた時はもう野菜入れのカゴのようなもので釣っても、そうすると2、3に乗って結構0歳ぐらいのお子さんなんかにはそういうカゴをつけても平気だと思います、はい、一応今回はこれで終わりたいと思います。今日これで終わります。ありがとうございました。ではまたよろしくお願いいたします。